今日から俺は YouTuber、カメさんと正解です。今日の村さんと、シャドーマスをさせていただいて、アドバイスできる点、はい、っていうのをやっぱやっていただきます。お願いします。まず、サウスポー、用意どんで構えたとき、お互いサウスポー同士。で、野村さんが、こっちの、僕の前の手にジャブ打つんですよ。まず、ここに目がけて打ってきてるんで、その時点で、まず、その悪いところですね。大体セオリーで構えたときって、後ろの手、ドン、ドン、こっちですね。多分、何回か、こっちの前を触ってきたときに、こういう、上からかぶす、イメージのタバンチなんか打ったと思うんですけど、あれを当たっても当たらなくても、打たれる体勢に入ってるとか、僕に入られてるんですよ、その時点で。長身のサウスポーでリーチを生かした、バーンバーンバーンっていうまっすぐが、多分僕からしかやりにくいし、手足長い身長高い野村さんの戦い方だと思うんですよ。そこでこっちに打って、時点で近くなるじゃないですか、はい、僕の前の手、後ろで触る方が遠いじゃないですか、はいはいはい、けどこっち触ってる時点で僕に入られてるんですよ。そこからドーンドーンドーンくっついて、はい、っていう攻め方がやっぱで僕からしたらできる、野村さんからしたらいられるのが一つ、はい、で、あと、長身のサウスポー対策なんですけど、意識してほしいのはここで戦っても勝てないんですよ。勝てなくて、じゃあ足を使う、内に入るっていう二択じゃなくて、ここで足を使う、近い距離で足を使う、僕のイメージ的には。ここの出入りじゃなくて、ここの距離で出入り、動く出入りを意識するっていうことが、高い相手です。ここだったら絶対先に届きましたね、野村さんのパンチじゃないですか。2にしても、先に届くんじゃないですか。で、ここにしたら、やっぱ、そこから入ってこられたり、そのまま中に手で突き放されたりしてしまうんで、もうここでガード固めて、もうジャブぐらいもらってもいいな、ぐらいのイメージで、頭を振りながら、ここで足を、出入りを使う。っていうイメージが、僕の身長高い、オーソドックスのサウスポーでも、やる相手、僕の場合サウスポー同士なんでちょっと多少距離が近くなるんで、これがオーソドックスだとまずさらに距離が遠くなるんで、ちょっと変わってくるんですけど、サウスポー同士で近い場合、ここでここの半個分、ここに目がけて打ってくるツールで、ここでかわすんじゃなくて、もうここでかわすイメージ、多少鼻先かすめてもいいなっていうイメージで、ジャブにしてもここでさばくんじゃなくて、もうここでこういう形で頭を振ってもらうの覚悟で、それの、真正面にしっかりもらわない、そこをちょいちょいずらすっていうイメージで戦って攻めていかないと、こういう相手ってなかなか難しいと思うんで、そこら辺意識してもらったら、野村さんの場合これをされた時は下ですね、下であったりアッパー、同じ軌道でアッパーで、僕がこういう入っていた時にジャブで入ったという時にドン、このパンチがあったら僕もさらに入りづらいんで、っていうイメージをしてもらったらいいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。